ブッシュバック属は、哺乳孔クジラぐうていもウシしかうしの属。上にブッシュバック赤を置くこともある。シタツンガやクウズーをそれぞれシタツンガ属、クウズー属に分ける場合もある。主にアフリカに生息。ブッシュバックは、体高70センチメートル程度の中型の種で、オスは、縦紙と20センチメートル前後の角を有する。サハラのアフリカの森林やヤブに、主に生息し、 白い縦島の文様などから以下の28亜種が認められている。カビンダブッシュバックカビンダから今後側近辺に生息する種でブッシュバックのうち最も原始的な種と考えられている。マカラブッシュバックマカラ付近に分布するブッシュバックで鮮明な横島が特徴的な種。カメルーンブッシュバックカメルーン南部に生息。縦紙が他種に比べて長く。 明瞭な白い縦島を持つ。ナイルブッシュバックスーダン南部、ウガンダ北部などに生息。タナブッシュバック横島を持たない種で、エチオピア北部のタナコや、アトバラ川近辺に分布する。ダイアナブッシュバック縦紙に白髪を持つ種で、タンガニーカコ沿岸に生息する。セネガルブッシュバックセネガルに生息する種で、モモに多数の白天を持つ。ソマリブッシュバックソマリアに生息する種で、 4本から5本の白い横島を持つ。ケニアブッシュバック身体に反問がない種で、ケニアの中部及び北部に生息する。ダマブッシュバックケニア西南のビクトリア湖頭部に分布し、白天が並んだ縦島を持つ。マサイブッシュバックタンザニアに分布する種で白い縦島を持たない。ザンビアブッシュバック6本から8本の横島を持つ種で、アンゴラ、ザンビア、 ボツワナ、ジンバブエなど広域に分布している。リンポポブッシュバックタイに多数の白点を持つ種で、リンポポが流域に生息している。ケープブッシュバックナミビア、南アフリカ共和国に分布しており、反問を持たない種。ニアラは、マラウイ、アンゴラなどの沼地に生息している種で、体高120センチメートル、体長150センチメートル前後の中型で、 オスは8 0トルを超える長い角を持つ。茂みの深いところにハーレムを形成して少数頭で生息する。アシュは認められていない。マウンテンニアラはニアラに比べて体高1 2 0トル、体長2 0 0トルとかなりの大型種。オスが持つ角も1 2 0トルあり、1回から2回ほどねじれている。1908年に エチオピア南部の砂発、山、標高2700メートルで発見された。寒気になると、さらに高地へ移動し、4200メートル前後に、分布する。ニアラと同じくハーレムを形成する。シダモからハラールにかけての山岳地帯に生息する。アシュは認められていない。シタツンガは、ニアラに似た種であるが、後家を持ち、オスの有する角は1階から2階ねじれている。セネガル。 エチオピア、スーダン、タンザニア、カメルーン、コンゴ、ジンバブエ、ザンビアなどのアシア、パピルスなどのシゲルヌ町に生息する。ハーレムを形成する場合と、一体の場合と両方が確認されており、大きな群れは形成しない。ガボンシタツンがガンビアやチャド、スーダン西部、カメルーン、ガボン、コンゴ西部などに生息するアッシュ。ニアンザシタツンがスーダン南部、ケニア、ウガンダ、 タンザニア北部などに生息するアッシュ。ヌコシシタツン型のアッシュに比べて角が短く、よじれも少ない種で、ビクトリア湖のセセ諸島の一つ、ヌコシ島にのみ生息する。ザンベジシタツンガオス、メスが同色の種でどうに反問がない。タンザニア南部、コンゴ南部、アンゴラ、ボツワナ、モザンビーク北部などに生息する。クーズは、ヨーロッパに生息するアカシカに似た種で、 1 8 0トルを超える角を持つ大型種。産地や石の多い矢口などに小さな群れ、またはハーレムを形成して生息する。ソマリア、エチオピア、スーダン、ケニア、コンゴ、アンゴラなど広域に分布。体つきはクーズーに酷似しているが小型で、オスは8 0トル程度の角を有する。ソマリア、エチオピア、タンザニア、ケニアなどの乾燥地帯に生息する。 ペアトリス・ライデッカーによる、ハルテノースは23足とした、ありがとうございます。